原さん、すいません、こんなヤモクって呼んで。いや、実はもうご覧の通り、この山小屋といいますか、このロケーションを気に入ってね、いいところを見つけたんだけど、なんせこんな古い建物を自分たちでこうリフォームしようと思って、とりあえず素っ裸にしたんだけども、やっぱ私たちができることに限界があって、で原さんって相談の電話したんです。で、何ができるかっていうことと、逆にできないことも教えてほしかったり、原さん、はい、あの棟梁でございますすいません暑い中無理言って、しかも今日うちのベランダこう L 字2面できれば1日で終わらせようっていう、はい、あれ普段は店舗とかお店とかの内装をやってるそうですけど、サーファーの棟梁よろしくお願いします。職人技に惚れまして、これはもう早田さんに頼るしかないと。でもやっぱりこの古いウッドデッキとか、うん、これは壊しちゃった方がいいですね。やっぱりなんか、はい、あの補強しながらとかっていう案ももらったんだけど、はい、私はぶっ壊して、もう変に残ってるぐらいだったら壊してって言えると思います。作り直すのがね、はい、早いし、はい、ですよね、はい、ここあの向こうの山とかのこう景色がやっぱ気に入ったから、うん、できれば抜きたいんですけど、はい、問題なさそうです。いけますね。ここいける？いけますね。最高、これ全然雰囲気あると思う。まあ、あとお風呂。そう、お風呂と水回りもそうだし、うん、とかいろいろ。寒いし、うん、薄い服。断熱もですね。そうなんです。うん、とりあえず断熱入れて、決めなきゃいけない。すごくないでもここまで素人が。大したもんです。はい、ほぼ解体じゃないですか。です、 すごいですよね。はい、なんかもうゴミも結構出てるみたいですね。もうコンテナ3回行きましたからね。はい、どんだけストレスが溜まってんのかっていうぐらいぶっ壊しましたからね。いやもうこれはもう原さんの力から借りるしかないんで、ぜひよろしくお願いします。いいんですか、いいんです、本当にやるんですか。やります。あ、いいって言ってくれたからもう余計なこと言わないよいいみたいですよ、よかったですよろしくお願いします。はい、お願いします。こんな偶然ありすぎて怖い、もういいよ甘えるな。結構ね、当たる率が難しいんだよ。なんで止めたんだ止まっちゃいました。ひとみさんまた流れました。いや逆に何なんこの止まったり戻ったり違う曲行ってまた戻ってきてこれはあの店員さんのさじ加減ね。どうなってんのちょっとマネージャー頼むよ。さっきあなたが待ってすいません、ね、止まっちゃいました、ごめんなさい。遊んでんだしてよ、ねー